はいどうもはいどうもリルレです。今回は珍しい3人ですよ。実はカメラ側にね、リルレとユウスケいますからね。いますからね、すごいんですよ、ガヤが。今回はアジングタックルの紹介いきます、はい、最近タックル紹介多いなって思ってるでしょ。そういうことなんです。そういうこと察してくださいって。はい、ということで、はい、今日はね、アジングのタックル紹介ということですよ、皆さん。はい、そういうことです、はい、早速、はい、紹介していただきます。僕から行こうかな、じゃあ。あ、どうぞどうぞ、はいはい、これもらったタックルなんで、はい、メジャークラフト、メジャークラフトですね、はいはいはい、の CRX S562 アジア。いや、これアジアレスラーやん。アジアプロレスラーみたいな名前です。はいはいはい、はいはい、で、リールシマノのソアレ BBC2000SS ですね。2000番なんよね。2000番ですね。強いですよ、結構。いけると思います。いける、いける。どこに、いろいろさ。いや、どこ、海の中にさ。まあ、初心者向けのタックルだと思います。コスト的にもそうやし、揃えやすくて使いやすいっすね。はい、マック、そう、ラインはどんな感じなんですか。これオレンジのラインこれラインですか、うん、これ紐です。紐、すごく細い紐になってます。糸じゃないですか、これ。これ、紐ですよ、これは。知らんな、それ。あ、さては。最初からついてたやつです。もう分かります。紐と枝さえあればいいんですよ。以上でいいんですか、じゃあ。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。次、モッチです。はい、モッチのタックルを教えてください。はい。過去に何度か、その、リルレーの動画でも出してるんですけど、はい、はい。ヤマガブランクス、ブルーカレント、ジグヘッドスペシャル 58TZ っていう、5フィート8インチのレングスで、リールがシマノのバンキッシュ 1000SSPG、 ラインが34っていうメーカーから出てるピンキーっていう、はいはい、はい、エステルの、これ今 0.35 がついてます。普段リーダーは普通のフロロの 0.8 を使ってます。これジグヘッドスペシャルっていうだけあって、ジグが 3g までって書いてるんですよ。実質やった感じ 1.5 とかぐらいまで、 2g になるとこう竿が負けてこう動いてる感じがしないんですよね。結構柔らかめのロッドです。だいたい最近のアジングロッドってバットがめちゃめちゃしっかりしとって、ヒップのだいたいガイド4つ分ぐらいから先がめちゃめちゃ柔らかい、バットだけで当たりを取ってあとはしっかりしてるっていう作りのやつが結構多いんですけど、ヤマガはそうじゃなくて、もう全体的にもう、なんならもうバットからしなるぐらいの、やばい、もうこんな柔らかい竿なんですよ。なるほど。アクション的に言ったらピン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 動かすっていうよりもちょっとしなやかに動かす感じのアクションですね。だから重たいジグヘッドになるとちょっと辛い。何よりこの曲がるロッドで一番楽しいのは、ちっちゃいのをかけてもめちゃめちゃ曲がってくれるんですよ、これ。すごい釣ってる感がある。っていうので選びました。はい、続いて長崎のサモアンキープことリルレでございます。はい、こちらですね、はい、オリムピック21コルトですね。622見えるかな、 ULHS っていうやつで、リールが、18カルディア LT の 1000SP でございます。軽量、軽量のもう軽量、使ってるやつは軽量。嘘つけ。サモア言っとったやないかい、最初に。前はね、あの月下美人の7ビートのやつ使ってたんですけど、息でちょっとトラブりまして、うん、で買ったロッドですね。これめちゃめちゃいいっす。前使ってたのがソリッドティップ食わせ重視みたいなロッドやったんですけど、はい、これね、両方いける。ある程度張りも欲しいなって思ってたんですよ。矢先こいつはもうめちゃめちゃいい。バット部分の張りがあるんですよ。ここら辺も張ってて、はい、ここら辺からやばいんですよ。ああ、もう確かになんかもうプルプルしてますもんね。そう、ここら辺からね、すごいやばくなってて、めちゃめちゃいい。感度いい、マジで。リールは、まあ、セオリーのね、1000番を欲しかったんですけど、はいはい、もう売り切れでなくて。セオリー好きですね、あんた。もうカルディアがあったんで、もう息に行く前にこれを買ったっていう。はい、もう問題ないです。問題ない、不具合なし。確かに、はい、ラインがね、これエステルの04ピクトのやつ04ですね、うん、リーダーがね、0.8 かな。以上、これ僕の武器です、愛用してる。はい、続いてフーミン。はい、お願いします。お願いします。
自分はですね、まあ、今皆さんいろいろ紹介してもらったと思うんですけど、うん、みんなのやつは軽いジグとかを操作するようなロッドだったと思うんですけど、自分のやつはもう初心者の時に買ってもそのままずっと使ってるんですけど、重さも今は初心者じゃないってことね。今も初心者です。でも多分この中で一番俺がアジニストやと思うんですよね。アジニストって書いてるもん。アジニストでしょ。超この動画見てもらったら分かるんですけど、俺が一番のアジニストなんだ。この竿が一番いいなと思った理由は、うん、ここハイクオリティカーボンって書いてあるでしょ。はい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 。これハイクオリティカーボンなんですよ。みんな多分そうじゃないと思う。すごいぞ。メーカーどこのやつなんですか。亀屋さんですね。あ、そうなの。亀屋オリジナルなの。そうですそうです。そうそうなんだ。オリジナル竿で、まあ、ちょっと長くて、うん、何フィートなの。7.3 フィートですかね。7.3 フィート。太いよね。そうなんです。穂先は結構細いんですけど。出せよな。はい、はい、穂先はまあ見ての通り。そう。めちゃめちゃ細い本当。柔らかいです。うん、リールはルビ20ルビアスの。え、ちょっと待って、カスタムしろ。そうなんだっす。まあなんでこうしてるかっていうと、うん、20ルビアス LTFC2500XH ですかね、ハイギアなんですけど、うん、アジングとエギング両方にちょっと使いたくて、これ 155g なんですよ。あ、軽っ。そうなんでアジングにも使えるかなって思って、でエギングにも使いたかったんで、カエスプールでアジングとエギングとリール兼用ですね。ほぼアジングとかに使ってますけど、エギングにも使います。まあ、こんな感じで自分は初心者タックルで挑んでますけど、うん、安いタックルで楽しみたいなって人はまあこんな感じでもいいのかなと。釣れとるしね実際ね、うんうん、私はアジニストです。はい、お疲れ様です。皆さんおのおのいいセットですね、うん、なんていうのタックルですね、うん、いいタックル使ってますね皆さん。あんたに関してはだって、うん、何やったっけ、紐昔そうですからね、昔は枝と紐ですから。まあ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 、はい、ない時はね、はい、それでやってたんですから、初心に戻りましょう皆さん、はい、そういうことでしょ。うん、まあそういうことですね。どういうことやねん。どういうことやねん。まあ、まだ今年入ってね、今1月のもう末になりますけど、うんうんうん、2月いっぱいぐらいまではデカアジ、シャクアジ、うん、狙えそうなんで、ぜひ、うん、今日紹介したタックルであげたいと思います。あげたいと思います。頑張ります。その意気込みを一つずつお願いします。これ頑張れくらいよ。はい、少しでお願いします。はい。あ、いやいやいや。え、これ違う。どうぞ。じゃあ自分はもうこのアジニストは多分この中で一番俺がアジニストやと思うんですよね。超この動画を見てもらったら分かるんですけど、俺が一番のアジニストなんです。使いたくないです。新しいアジングタックルを欲しいんで、皆さんぜひおすすめのアジングロッド教えてください。 0.5g 以下をこう自由に使えるアジングロッドが欲しいです。そろそろ紹介しましたけど、もうアジニストやめます。ぜひコメントください。そのいいの買います。お願いします。ぜひコメントが大きいです。もうやめます、ね、買いたいらしいです。いいねを110一回してもらうと、プーミンの方がもう皆さんのコメント欄で来た一番多いタックルを拾えるということで、あ、なるほど、まとめますんで、感度がいいやつ欲しいって言ってましたから、皆さん5g 以下って言って、うん、5g 以下の、そう、5g、うん、で感度いいやつを、うん、このタックルを買えっていうのを皆さん、うん、このコメント欄に残していってください。で、その多いやつを買いますんで、えぐいな、あれこれはお金の問題ではありません、うん、気持ちの問題です。皆さん、ビルではお金じゃありません。もっと9000円ですよ俺。9000円。風味がうるさいなって思った方は高評価とベルマークもよろしくお願いします。はい、お願いします。それじゃあ帰りましょう。はい、さよなら。ありがとうございました。